キリト君、シノノンから聞いたよ。ああ、それか。まあ細々とって感じだけどな。実はね、この件と関係してるかもしれないことがあったの。あ、この画像を見てくれる？これはアースナ、これをどこで？わからないの。差出人不明のメッセージに添付されてたんだよ。やっぱりそうか。これは俺やリーファと同じ状況だ。突然送りつけられてくる ALO のキャプチャー画像、そこには必ず小妖精のレリーフが映っているんだ。そうなんだ。ありがとう、アスナ。このレリーフのある場所では必ず小妖精に関連した装備品が手に入る。きっとこの場所にも何かあるはずだ。じゃあキリト君、今からここに行くんだね。ああ、もちろんだ。あの写真だとこの辺だよね、きっと。そうだな。すぐに見つかるかと思ってたけど、なかなか大変そう。焦ることはないさ、じっくり探そう。うん、そうだね。最近何かと慌ただしく過ごしてるからな。こうしてアスナと二人きりでいられるのも少なく。俺は何を突然口走ってるんだ。アスナ、すまん、今のは忘れてくれ。これじゃまるでようやくアスナと二人きりになれたみたいな感じじゃないか。まったく、何言ってんだよ俺は。私は嬉しいよ、キリト君がそう思ってくれて。アスナ、キリト君。どうしたの？アースナ、あれを見てみろ。あれは光るピクシー？ああ、俺にもそう見える。せっかくいい雰囲気だったのに邪魔されちゃったね。それは冗談は置いといて、早くあの光のピクシーを追いかけよう。ああ、そうだな。よし、追いついたぞ。あ、キリト君見て、画像にあったレリーフがあるよ。本当だ。あなたたちは現実世界からやってきた人たち。な、喋った？あなたこそ私たちをそう呼ぶってことは、もしかしてユイちゃんと同じナビゲーションピクシーなの？はい。
いえ、むしろピクシーだった頃のデータのキャッシュ、幻影とでも言いましょうか。私はナビゲーションピクシーやプライベートピクシーについて理解してくれているプレイヤーの方々に私の話を聞いてほしかったのです。話？じゃあ画像を送りつけてきたのは君だったのか。はい、あなたたちに接触を図り、ここまでご足労をいただいてしまったこと、お詫びいたします。申し訳ありませんでした。いや、別にそれはいいんだが。ピクシーさん、どうしてそんなことを。あなたたちも知るように、今この世界にピクシーと呼ばれる存在は、世界の闇ってやつに滅ぼされたんだよな。はい、ですがそれはあくまで世界の住人としてのピクシーたちの状況設定です。本来ピクシーはレアな存在、それに説得力を持たせるためのエクスキューズと考えていただいて結構です。なるほど。世界の闇とはナビゲーションピクシーの廃止のこと。廃止？はい、この ALO というゲームもスタートした時期には当然初心者が多く存在しました。しかもスタート時は SAO も稼働していた頃、 ALO のイメージアップを図る意味もあり、ピクシーは数多く存在していたのです。それは初めてダイブしてきたプレイヤーたちにゲームの楽しさを教えるため？はい、ですがサービス実装からしばらく経過し、オンラインゲームとしての潜在ユーザーが無事に定着する頃、サービスは新たな時期を迎えました。そこでナビゲートするピクシーの存在が不要になったのです。なるほど、そういった運営の都合を世界観設定として世界の闇に滅ぼされたことにしたのか。はい、私はこの事実をはかなむつもりはありません。ただ消えゆくデータとしてそういう小妖精たちも存在していたことを知っていてほしかったのです。そうか、この話を聞いてもらえたプレイヤーにはせめてものお礼として小妖精に関連した装備品を授けています。今回も。え？あいつは？このピクシークエストのラスボスって感じか。ピクシーさん、話は後から聞くね。今はこいつを倒すのが先決だから。はい。光のピクシーはこのボスの登場を想定してなかったみたいだな。そんな感じだったね。これまでのクエストはどうだったの？そもそも対話できる NPC が登場しなかったからな。ただ例の装備品は全部ボストロックだった。そっか。コネクト！スターバースト！ストリーム！そこだな！てっ！これで決めてやる。スターバーストストリーム！
丈夫か。今度は負けない。これを大丈夫か。今度は負けない。回復する。朝と組めば敵なしかな。さすが長年連れ添ったパートナーだぜ。キリト君大げさだよ。でもありがとう。これで大丈夫か。今度は負けない。無理は禁物よ。しまった、物切れ。回復するわ。任せろ。
てやっつけるぞ。倒した。うん、これで一安心だね。ああ、さて、これがあなたたちに差し上げようと思っていた最後の小妖精の秘宝です。ピクシーさん、今のモンスターはあなたが仕向けたものじゃないんだよね。はい、私の願いはあくまでレリーフを設け、ピクシーたちの軌跡をたどってもらうこと。これまで秘宝もレリーフの傍らに置いてきました。何？置いてきた？そんなことはなかったぞ。この装備、秘宝ってのは全部モンスターを倒して手に入れたんだ。どういうこと？ピクシーさんが置いた秘宝をモンスターが奪っていったってこと？申し訳ありません。その疑問に対する答えを私は用意していません。そうか。でもさ、これで全部集めたわけだし、クエストは終わりなんだよね。ああ、そのはずだが、それでいいんだよな。はい、そうなります。あなたたちに出会えてよかった。この世界にピクシーが存在したこと、これからも時々思い出してもらえると。なあ、もちろんだ。うん。ピクシーさんもお元気で、っていうのも変かもしれないけど、またね。はい、ありがとうございました。